さだでございます。今日はリモートセールス、リモートワークあるあるということで、ぜひですね、気をつけていただきたいということを、私の経験談をお伝えできればという、発信するコンテンツでございます。で、何かというとですね、本当ね、メリハリつけてねっていうことをお伝えしたい動画でございます。どういうことかっていうと、これね、私もリモートで営業を中心に活動するようになってから実際に起こったことなんですが、アポがね、詰め込みすぎちゃうんですよ。なので移動時間がなくなったりとか、通勤時間がなくなるので、もうね、本当に1時間単位で毎時間アポ、9時から6時までずっとアポみたいな。だから今までだったら移動時間とか含めて1日マックス5、4件、5件ぐらいがマックスだったのが、10件とか、私ピークの時マックスで15、6件1日でアポとかになっちゃったことがあって、これね、危険なんですよね。その相手のところに行くと、何がいいかっていうと、反応がちゃんとわかるんで、話してても楽しかったりするわけですよ。それでかつ移動とかがあって、ちょっと頭の整理をしたりとか、気分転換できたりみたいなことができるんですが、これね、移動時間がなくなって、常時常にアポが入ってる状態を作れちゃうのがリモートの怖さだと思うんですよね。で、結局これでどうなるかなんですよ。アポ詰め込みすぎました。当然それでも疲れるんですけど、それをやってアポが増えると、その分またやらなきゃいけない事務作業とか増えるじゃないですか。メールの返信したりとか、送って資料を作ったりとか、議事録まとめたりとか、なんかやらなきゃいけない事務作業がセットで増えるわけですよ。その結果、その作業をいつやるか、深夜とか早朝になっちゃうんですよね。それの結果、寝不足になる。で、体調を崩す。寝込む。でね、またここで負のスパイラルなのか、寝込むじゃないですか。で、ちょっとアポ取れなくなりますと。で、その後にまたアポが溜まってくんですよね。そうするとまたディスケナーポイントが溜まっていって、体調が回復して元気になったタイミングで、またアポ詰め込んじゃってみたいな、このね、サイクルが起こるんですよね。私ね、昔で行くと本当に2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらい寝込む時期が発生したのは、もう今振り返ればもう、いや、本当にそんな働き方してたからだなっていうことをよくわかりますよ。なので、リモートワーク初めてですとか、在宅で今営業やってますっていう方増えてきてると思うんですけども、ぜひ気をつけていただきたいのは、アポを詰め込みすぎると体調を崩してしまう。特に今このタイミング、コロナが、その結局免疫が落ちたタイミングで入ってきてしまうと重症化しやすいわけなので、まあ、コロナ、菌に触れないようにするもちろん大事なんですけど、自分の体調も、しっかり整えておくっていうこともすごく重要なので、リモートワーク始めた方、初めてやる方ですね、あと、ま、経験されてる方もそうなんですが、ぜひ体調管理気をつけてほしいと。で、それを別に考えていくと、ね、アポ取れちゃうんです。取れちゃったりとか、社内のミーティングとか増えたりすると思うんですよ。ただ、詰め込みすぎると、結局ね、自分が大変というか、まあ、当たり前なんですけどね、大変で忙しいってのはいいことだと思うんですよ。いいことだと思うんですけど、詰め込みすぎてしまって、セットでアポが増えたらまた事務作業、内勤作業が増えて、結局深夜とか早朝とかにやって、で、結局もう体限界になってパンクして、で、寝込んでまたみたいな、このサイクルになってしまうので、無理のない範囲でっていうことをちょっとお伝えをしたくてですね、いや、もう頑張ることは本当にいいことですし、応援もしてるんですが、本当体が資本なんでね、無理しないでいただきたいなということで、私がそうだったんで、今日ちょっとそんな体験談をお伝えさせていただいたというところでございました。いやー、本当にね、バランスなんですけどね、なかなか難しかったりするとは思うんですが、ぜひメリハリつけて頑張っていただきたいなということで、今日はこの動画を届けさせていただきました。頑張ってやっていきましょう。本日は以上です。